第34回グランドチャンピオン、いよいよ優勝戦12レースを迎えます。1号艇土屋智則、2号艇宮地元樹、3号艇西村拓也、4号艇池田浩二、5号艇上条信孝、6号艇平本正幸、以上の選手です。どうやらコースはバックバンド、1号艇土屋がインコースと進入です。我慢の時を乗り越えまして、攻めの走りを取り戻したこの1号艇土屋、そして2コースが2号艇の宮地となります。モーターの声にはギリギリまで耳を傾けました。あとはファンのエールに魂を委ねます。2号艇の宮地、そして3号艇西村、センター3コース、いつも通りの作業を貫きました。掴んだ自信を確信に変える3号艇西村拓也、そして4号艇池田が4コースは角1か、腕で混戦1番4を制圧するか、グラチャン E3A 4号艇池田浩二、5号艇の上条は5コースです。今日は朝から攻めの調整、てっぺんを本気で取りに行きます。5号艇上条、そして6号艇の平本が大外6コース、やっぱり天ヶ崎は水が合います。カブトより桑形より強い走りで波乱を呼ぶか、6号艇平本、スローに3艇、ダッシュに3艇と分かれました。12レース、はい、優勝戦、内から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。コースを決めてきたのは4コースからガチッと1号艇の土屋、センターの黒が3号艇の西村です。さっき回った1号艇の土屋に2号艇差し込んで、宮地が三振のコントですが、先頭は突き放す1号艇の土屋です。2番から続くのは2号艇の宮地、3番からは4号艇の池田、内からは6号艇の平本が迫ってくる。なお、スタートは正常でした。2番を飛び出して1号艇土屋先頭、2番の内から6号艇の平本が押し上げてきた。2号艇、4号艇、さらには5号艇、3号艇追走も、大津駅先頭の走行では1号艇の土屋、2番から走行は2号艇の宮地で、3番から4号艇の2号艇、内4号艇池田、外は6号艇の平本で2周目に入ります。インコースからも同じとトップスタート、とうとう引っ張れば1号艇の土屋のみだ、2番から走行は2号艇の宮地で、3番から4号艇の宮地で、現在距離124、4番から6号艇の平本で、5番から5号艇の上条、3号艇の西村がその後方となります。2周2番手に入りまして、先頭は1号艇の土屋、見事なトップスタート、堂々の押し切り、2番手から袋が2番手の宮地、3番手に4号艇池田、上位体制124、ガチッと転がって最終周回に移ります。去年は春に SG 担当員、3番手確認を目指しましたが、襲ってきたのは最後の10番、レベルが魔法に入って悔しいレースの連続でした。それでも踏ん張りました。苦しい時を乗り越えまして、今再び SG の頂点で最高の輝きを放とうとしています。1号艇の土屋智則、やまない雨はないんです。県の将来を期す年末大舞台への光を差して、一足早めの梅雨明け宣言です。まさに完璧な逃げ、 SG を決めた1号艇土屋、今まさに2号艇の宮地、3号艇の4号艇の池田、先頭1番の土屋智則、優勝の勝利、2着2番の宮地ゴール、3着4番の池田ゴール、6番平本、5番上条、3番の西村ゴール、以上長崎第12レースでした。